なぜザレ事を語る？本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ。人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森。ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。朽ちた民家、無人だ。森の世話役は奇妙な音を聞き姿を消した。鋭利な切り口ではあるが、腕はあまり良くない。ムクロだ。作り話ではないということか。焚き火、人がおったようだ。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。随分と食ってない。殺したか。ああ、一人だけだが首をはね。この調子なら日の沈むまで森を独り占めできそうだ。ああ、今じゃ猛虎も避けるからな。さすがに首を切るのは気が引けるな。この地を乗っ取るためなら我慢しなきゃな。見つけてやろう。おのれら。これで落着だ。あの男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。
そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。